皆さんこんばんは、じゃないこんにちは。はい、今日も一日一曲を見に来てくださりありがとうございます。最近は夜出すことが多くてね、撮影も夜が多いのでこんばんはになってしまいました。はい、なかなか前は結構外でね撮影してたりが多かったんですけれども、まあね、今寒いですしね、本当暖かくなったらね外で撮りたいなとも思うんですけれども、寒さが苦手な夏生まれの松かなは室内でゆっくり撮影させていただきたいと思います。今日チャレンジする1曲はですね、じゃが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 じゃん、1972年、松かなが生まれる10年前ですの5月21日にリリースされました、天地真理さんの3枚目のシングル、一人じゃないのにチャレンジしてみたいと思います。はい、天地真理さんですよ、アイドル、全盛期、全盛期アイドルというのを確立したのは天地真理さんですね。書いてみました。 B 面がポケットに涙です。作詞が小谷夏さんという方、これ実はですね、久世さんって言って、TBS ね、時間ですよとか演出をしていた久世光彦さんのペンネームということで、はい、そして作曲が森田さんですね、小市さん、作曲ということで、はい、すごいです。こちらの曲、第14回日本レコード大賞大衆賞受賞、第5回日本優先大賞、そして第3回日本歌謡大賞というね、放送音楽賞受賞ということで、天地真理さんはこちらの曲でですね、126万枚の売り上げがあり、その年の大晦日紅白歌合戦に、第23回 NHK 紅白歌合戦に、初出場ということでね、すごいですよ。マリちゃんスマイルなどというね言葉が大人気でしたね、大人気でした。それではこちらですね、一人じゃないのチャレンジしてみたいと思います。聞いてください。あなたが微笑み仕分けてくれて、私がその一粒の涙を返したら、その時が二人の旅の始まり、一人じゃないって素敵なことね、あなたの肩越しに松かなチャンネル登録、そしてグッドボタンよろしくお願いします。私この曲なんで知ってるんだろう、まあ、サビは有名ですよね、だから知ってるのかね。でもなんかちょっと怪しかったですけれども、でもすごくなんかいいですね、なんか自分で言うのもなんだけど、ちょっと松かなに合ってない、そんなことない。一人じゃないのこの曲いいな、なんかちょっと草原で那須高原の風に吹かれてちょっと PV 撮ってみたいなみたいなね、ミュージックビデオ撮ってみたいなちょっと思っちゃいました。はい、ね、3番まであるのでね、なんかいつか外で歌えたらいいなって思いました。はい、今日も一日一曲最後までご視聴ありがとうございました。明日も元気に松かなチャンネルでお待ちしています。それではまた明日、またね。